皆さんこんにちは、はーちゃんです。今回はいろんなビューティー系 YouTuber さんがおすすめされているコスメを大量に購入してきたので紹介していきたいと思います。すべてプチプラなんですけど、結構前から動画を見てて、あ、これ欲しいなとか使ってみたいなって思ってたものだったので、今回まとめていろいろ購入してきました。はい、一つ目はこちら、ヒロインメイクボリューム&カールマスカラアドバンストフィルム。こちらは01のあかりんこと吉田あかりさんが紹介していて気になっていたので使ってみたいと思います。はい、開けてみるとこんな感じです。ブラックのカラーで、今使ってるのはブラウンなので、ちょっとどんな感じになるかわからないんですけど、ちょっとブラック系のね、マスカラにも挑戦したいなということでこちら買ってきました。はい、こちらはノーズシャドウ、アイブロウにも使えるということで、どっちにも使いたいなって思って購入したんですけど、いつも使ってるノーズシャドウも同じくジルスチャートのものを使ってたんですけど、眉毛にも使えるということで買ってみました。結構私眉毛が太いのが結構コンプレックスっていうか嫌なので、ちょっとブラウン系の色味にしてちょっと優しい印象を与えたいなと思っていたので使ってみたいと思います。はい、こちらラブライナーペンシルアッシュブラウンアイライナーということで、こちらはラブライナーのペンシルタイプのものになります。サンプルがあったので使ってみたんですけど、すごく描きやすかったので買ってみました。ラブライナーのリキッドタイプは持ってたんですけど、ペンシルタイプは持ってなくて、やっぱリキッドだと描きにくくて、買ったのはいいものの引くのがすごい難しくて、初心者の方だったら結構ペンシルタイプの方がいいらしいので、ちょっとこれをね使ってみたいなと思って買ってみました。で、初めてこちらね、セザンヌの商品を購入してみました。こちらはセザンヌウルトラカバー UV ファンデーションダークオークルというカラーになるんですけど、これはシェーディングにね使われている方がいて、ちょっとシェーディングに使ってみたいなって思って購入しました。はい、こちらはケイトのダブルラインエキスパートになります。こちらは私が欲しかったものがフレーバーになって、これがね新しく進化したみたいな感じのものなんですけど、結構涙袋の作り方を前動画に出した時にケイトのダブルラインシェイカーがいいよって言われてて、ずっとおすすめされていたのでずっとね探せたんですけど、二重ライン、二重ライン、涙袋ラインということなんですけど、私は涙袋に使いたくて買ってみました。ちょっとねこれもサンプルがあったんですけど、影を作りたいところに一足しで自然な仕上がりになるということなので、ちょっと涙袋に使ってみたいと思います。以前はアイライナーでやってたんですけど、結構なんかアイライナーだったらぼかすときに皮膚をね傷つけちゃうよって言われていたので、そう、これを買ってみました。またねちょっと使ってみたら感想を言いたいと思うんですけれども、はい、で次こちらになります。こちらが不老不死のアイライナーなんですけれども、これもねずっと気になっていて、ちょっとお母さんもねこれ気になってるって言ってたので買ってみたんですけど、こちらモテライナーのものですね。はい、こちらが不老不死モテライナーリキッドブラウンというものになります。こちらはブラウンのカラーを購入したんですけど、いろんなカラーがあって色素沈着しないということで、にじまないらしいですね。こちら結構モテライナー使ってる方いると思うんですけど、初めて私は買ってみました。ブラックよりもブラウンの方が優しい印象を与えるっていうのを教えていただいたことがあるので、ブラウンを結構買うことが多いんですけど、まあこちらもねちょっと使ってみたいと思います。はい、こちらになります。こちらがキスから出ているラスティングクリーミーライナーというものになります。こちらはにじみにくいペンシルということで、これはねちょっと使ってみたいなって思って買ったんですけど、描きやすかったので買ってみました。ラブライナーのものよりもね結構濃いめのブラウンなので、さっきのは結構明るかったので、またちょっとねどっちが自分に合うかね試したいなと思って買ってみました。次にこちらになります。こちらがずっと欲しかったキャンメイククリームハイライター02番になります。はい、こちらのキャンメイクのねものはずっと探してて、どこの店舗にも全然なくて、なんでかわかんないんですけどなかったんですよ。でずっと探しててやっとゲットしたものになるんですけど、前からねキャンメイクのハイライター使ってるんですけど、それとはちょっと違って立体ツヤ肌ということで、透明感のある光でということでクリームタイプなんですよ。前使ってたものは粉のものだったので、ちょっとクリームハイライターっていうものを使ってみたいなと思って、これもね気になってたので02番購入してきました。こちらは YouTube やられている二木咲乃さんが紹介されていて、ちょっとね気になっていたので買ってみました。2本セットなんですけど、こちら馬の毛みたいでちょっとね柔らかいっていう感じなんですけれども、これはアイシャドウ塗るときにちょっと塗ってみたいなと思って購入しました。キキポンさん、関根りささん、さんやちゃん、にきさきのちゃん、あかりんこと吉田あかりちゃんとか、あとあやののんちゃんとか、結構いろいろな方の動画見てるんですけど、
ちょっとねいいなって思ったものはチェックして、今回は まとめて買ったっていう感じで紹介してみました、ブラシはこれだけ買ったんですけど、なんかおすすめのブラシとかあったらぜひぜひ教えてください。私ファンデーションは塗らないので、ファンデーションブラシはいらないなって思って、とりあえずアイシャドウ用のブラシを購入しました。いつも付属のチップで使ってたんですけど、さきのちゃんも動画で言ってたんですけど、ブラシの方がすごくいいって言っていたので、私もチップじゃなくてちゃんとブラシ買おうと思って、今回ねちょっとおすすめされていたものを買ってみました。はい、というわけで今回はいろんなビューティー系 YouTuber さんがおすすめしていたいろんなプチプラコスメを買ってみました。ご視聴ありがとうございました。デパコスでも結構紹介されてるやつで気になってるものがあるので買おうかなって思うんですが、今回は身近で買えるプチプラコスメ、ドラッグストアとかあとイオンとかそういうところで売ってるコスメを今回紹介します。まだ使ってないので何とも言えないんですけど、使って毎日メイクとかでも紹介できたらいいかなと思うので、いろいろまた感想は動画で言いたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。